ボンジュール。ありがとうございます。久しぶりね。その後、お変わりなくて。わあ。すごくお綺麗な方なんですね。あなたは今日は一人旅ですか。私は。そうですか。じゃあ二人で乾杯しましょう。はい。旅をしたわ。いろんな。あら。国を見てきたの。少しはお客様、その大人になったわ。これはどうされたんですか。私おしゃべりな、あんたもしかしたらあの声さゆり、いやー、声をかけた。今日新聞に出てて、あんた結婚するんでしょ。今日ニュースで見たけど、結婚する前に同期の人に会いに行くって言って失踪してるそうだけど、わざわざ来てくれたの。懐かしいね。35年ぐらい前だったかね、宝塚のね、最終審査だね。私はほらぼっくりが見つかったからダメになったけど、あんたはね、もう15ぐらいから手術してたから、今宝塚のトップスターだけども、ずっと見てたのよ、あんたのことを。それでわざわざ来てくれたの。失踪中っていうのはうちの店に来てくれたの。ありがとう、本当に。私は今九州の田舎の宮崎の日向の星の王子様、あんたは今宝塚のバラ組のトップスター、綾野浩二さゆり。でも来てくれてありがとう、感謝します。もう一回考えましょう。ありがとうございます。